セバスティアン・レリオ監督によるナチュラル・ウーマンがチリ代表としては初の受賞作となった。本項目は第90回アカデミー賞外国語映画賞への各国の出品作の一覧である。映画芸術科学アカデミーは1956年に外国語映画賞を設立して以来様々な国から最高の作品を招いている。この賞は主要な会話が英語以外で締められ、 アメリカ合衆国以外で制作された長編映画を対象としている。外国語映画賞委員会はプロセスを監督し、出品された全作品を鑑賞する。出品映画は2016年10月1日から2017年9月30日までの間に、それぞれの国の劇場で初公開されている必要がある。2017年10月2日に締め切られ、10月5日に アカデミーは作品一覧を発表した。今回は K92 作が出品され、ハイチ、ホンジュラス、ラオス、モザンビーク、セネガル、シリアの6カ国が初出品である。2017年末に最終選考9作、2018年1月23日にノミネート5作が発表された。2018年3月4日に受賞式が行われ、 セバスティアン・レリオ監督によるナチュラル・ウーマンがジリ発の外国語映画賞受賞作となった。ありがとうございます。